今回は漫画やアニメの令和でも通用しそうな古い作品の女キャラといえばに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。個人的にウリウリとラムちゃんは殿堂入りだと思う。そこまで古くないけど今でも可愛いと思うキャラ、ニャルコさん、トモリナオ。というかラムちゃんは令和の世の中に蘇生させられた方じゃね。リュウナイトのパッフィーが好きなやつは聖剣伝説さんのリースも好きなはず。私がそう判断した。高橋留美子のキャラは今見ても可愛いからな。今20歳だけど俺に刺さった古いキャラはシャオリン守護合点、くくり魔法陣ぐるぐる、シャンプーランマ2分の1、木の本桜 CC 桜らへんかな。ときめきプナイトのランゼ。よくプル姉妹あげられがちだけど、ルールかもいい線いくと思う。高身長でいい感じの母音って刺さる人多いよな。くくり。令和でも通用すると思ってんだ。詳細教えて。バトルアスリーって世代運動会かな。自分はセイントテールをさせていただきます。良いよね聖なる尻尾。自分の周りじゃ神風怪盗は知っててもセイントテールは知らない人多いから。じゃあグレイスマリアフリードで。ゴキ鬼太郎のザンビア。ズリがありなら綾波レイも。ナディアはどうだろう。むしろ令和の今多分性格で拒絶反応されるよ。まるで当時はあの性格が受けてたみたいな言い方。まだ古臭すぎないけどローゼンメイデンのドールズあんまり時代を選ばないよな。もう20年近く前のキャラなんだな。誰だっけ。スゴキャラのヒナモリアムちゃんだよ。初期のブルマ。当たりろ。アニメは42年前に放送開始。 ZZ ならプルプル2も現代でも十分強いと思う。特にプル2もはや殿堂入り。娘繰り返し。チカネちゃんは今ならもっと人気出そう。リメイク版アラレちゃんの黄緑アカネ。キューティーハニーはフラッシュ版が一番幅広く受けるデザインしてると思ってる。ナンバラチズル、これはパチノだから割と新しいけど。たまにルリが綾波系と勘違いしてる人がいて困る。 TV 版のルリは口めっちゃ悪いよ。ご近所物語、1995年の作品だと知ってびっくり。メイズのミル、メズレアリオスレアル。モデルがルリで声がアヤハ。ツンデレでもシャナみたいに根が素直でクールなバトルヒロインは今でも人気が出ると思う。炎使いで刀使いってだけでも中二心が刺激されるしな。毎回思うんだけどシャナってツンデレか？釘宮のイメージに引っ張られてないか？シーラ様も通用しそう。桜大戦のレニ。ウテナは今でも個性的だと思うな。ピンクのロングヘアで可愛いし、波より男になりたい男装女子じゃなくて気高い王子様ロールプレイなキャラは今でも珍しいかも。銀河鉄道999のメーテルだな。この間初めて劇場版一作目を見たが、ずっと後の世代の自分にも色褪せないものを感じるキャラ造形だった。着ている黒の服が喪服の意味合いなのも強すぎる。サスケの鬼姫ちゃん。ドラゴンボールのブルマは昭和から令和までずっと一定の人気があってすごいな。エルガイムのレッシーもこの枠かなと思う。今年でちょうど20年前だけどゾイドフユーザーズのスイート。時代を超えるからわからんけど作品中で明らかに異彩を放ってるオーパーツ的なキャラはいいよね。画像はゴロシー。自分にとってはだいぶ昔の作品なので。アナザーの赤澤さん。同じくらいの時期出た二人。うるさいうるさいうるさいはツンデレ。そこ以外は言うほどツンデレではない。だから根が素直でクールなバトルヒロインなんだろ。ファイト見ただ目も良い線いくと思うんだ。スパロボ年表とにらめっこしてみたがまだ出てない範囲だとガオガイガーのルネくらいしか浮かばない。王道どころはもう奇出なのだ。女王陛下のプティアンジェの主人公アンジェアイリーンと目の描き方とかにはさすがに時代を感じるけど、今見てもすごく可愛らしいデザインだと思う。ロードス島戦記のディードリッド。セーラームーンのミメットちゃんはいいぞ。見た目も声も振る舞いも性格も幼げで可愛いのに腹黒極悪熾烈卵焼き大好きな女の子新役者なんだぞ。原作では人気アイドルで水着は大人っぽかったけどアニメでは芸能界デビューを夢見る普通の女の子。あと情けなくてドジなところがすごく可愛い。奴は5人衆の中でも最弱。
桂琴の葉。ミュートラバ。ここ数日にぎわってるので、ダッキちゃん。アニメ化されてないからアニメ画がなくて残念だな。モンバーバラの姉妹。DMG も登場から20年以上経ってるのに今でも全然通用してるな。この手の話題、なんだかんだ挙げられるがおっさん古いよって思いがちだが、ブラック、マジシャン、ガールだけは未だにティアワンだなと思ってる。金髪巨乳の王道美少女が通用しなくなったら終わりよ。セーラームーンの月のウサギとか？ウサギよりはホタルがそれっぽいかもしれん。当時でもどうなんだあいつ？団子ヘアーとかリアルで見たことないわ。5人の中では絶対人気なかった最下位だろ。女子人気はセーラームーンが圧倒的。奉仕人気投票では大体1位。一方のオタク人気は今一つで、オタ向け雑誌の投票だとメイン5人中最下位だったり。公式人気投票見る限りそうなんだろうけど、実際自分が女児だった時は自分も周りもウサギ推し一人もいなかったし、ネットで他人の女児時代語り見てもヴィーナスやマーキュリー好きばかりだから女児人気圧倒的というのにピンとこない。チビウサの女児人気にも同じ気持ち持ってる。アニスファームとかも通用しそうな気がする。中浜、あの装着シーンの胸部装甲がつくシーンが秀逸なんだよね。すごく乱暴な話。おっぱいでかいかスタイル良いから、EVA の二人とかセーラームーンの面々とか90年代の闘神高めなゲーシーゲー系。峰不二子か。新作出るたびにブラッシュアップされる&ランドどちらともに人気あるって意味では峰不二子は紛れ強いと思う。火の鳥太陽編の祈りだろ。なりまだろ JK。 朝日奈美来る。おとなしいのに巨乳キャラとか今でも通用するはず。ミクルが悪いわけじゃないけど、春日が今の時代だと微妙に受け入れられず、その春日に好き勝手されてるミクルも連鎖できついになりそう。可愛さより同情の方が勝っちゃうみたいな。初期春日じゃなければいけるか。案外春日に生徒向くことでミクル可哀想勢に人気出る可能性もなきにしもあらずかもしれん。高田明美が描いた愛花はまどかとか、檜山光だとクリーミーマミになっちゃうか。鮎川に関してはオレンジロード末期の、つまりチーフ足が描いてた頃の造形が頂点だと思う。高田明美の絵は美麗だがふわふわパステル系で、自分もシンプルでスタイリッシュな原作のシャープ感が好みだった。なんとなくこう、女性側から見てもかっこいい、憧れる要素含んでるキャラだと時間を経ても強いイメージある。